ポーチプロ野球チャンネル。こんにちは。さあ水井ですか。じゃあどうも。いや放置の説が、はい、いろいろどうなんですかね、続けていいの。まあ正式に怒られるまでは。現場からは怒られてないです。あ、そっか、はい、じゃあ怒られたら少なくとも2軍3軍から怒られてないです。でまた新しい説持ってきました。はい、タイトルコールよろしいでしょうか。はい、禁断でも菅野が8回の男になれば巨人も無双するだろう説。菅野智之投手を8回の男、これ まずいいですか。はい、この間ってマンデー放置で中川投手帰ってきた、うん、わーいってやって、はい、8回が埋まったぜ加藤さん言ったでしょこの間に、うん、で、うん、なんで菅野8回他にいないっていう話を我々結論としてね、うん、そう、うん、したところですけども、ただ水井デスクチャット GPT にさ、はい、8回どうしたらいいってね、この前、うんうん、あの企画でやったところ、菅野智之投手がいいんだよね。いや、あれは、まあでも他からも聞くんですけど、でも中川投手がいない前提で喋ってるんだ、はい、多分ね、まあちょっとあのとりあえずやってみましょう。やってみましょう。まず、まあそうですね、うん、はい、中川投手まさにそうなんですけれども、はい、現状7回の男がいないのも事実じゃないですか。はい、それもそうだ、うん、だから、うん、まあ豪華7回に中川投手、はい、8回に菅野投手、おで最後大勢投手、 NST だよ、 NTT ですよ、NTT? 菅野智之で。あ、そっか。菅野投手、怒るんだったら、ここに橋本淳紀の電話番号が。いや、これはもう本当に失礼を承知というか、あの、まあ、一応、チャット GPT もあって、ネットでも多少そういう声が、ちらほらコメントでも。まあ、確かに水井デスク、はい、ね、まあ、あの、エース菅野智之投手を、うん、まあ、8回にというのは、確かに、まあ、ちょっと、あの、若干口頭無形感はあるが、はい、ただ、終盤を、うん、しっかり固めていかないと、うん、制すことができないのが今のプロ野球ではある。もちろん。ね。ただ、うん、もう早速返して申し訳ないですけど、先発が作ってこその後ろでもある。うん、どうだ。おっしゃる通りだけども、まあまずね、現状ちょっと、うん、ね、そうですね。はい、まあ、一応作ってきた資料、はい、見ていただきたいんですけれども、はい、先週ですよね、うん、結局5試合、はい、5人全員違うピッチャーが8回を投げてる。そっか。で結果的に抑えた結果、まあ、3勝2敗っていう週になったんですけれども、うんうん、まあ、要は透けて見えてくるのは結局決まって、まあ、中川投手が上がってくるとはいえです、うん、8回がまだ決まってないと、日替わりじゃちょっとしんどいですよね。まあそうだね、やっぱり固定である程度ね、固定しないとそのブルペンでやっぱりこのスタンバイのね、うんうん、あの心身の準備もできないよな、いやなかなかな、うん、うん、どこ行くんだろうっていう状況ではね、役割はちゃんとね欲しいですよね、うん、そうだね、うん、で次のページなんですけれども、うん、イニング別の次得点見ても、はい、8回やっぱり巨人一番点取ってるんですよ ね、まあ、ね、で何が見えてくるかっていうと、うん、相手も8回を抑えたいと思ってきてる中、まあ、打って打たれてっていう、なるほど、一番試合が動いてるのが8回今シーズンに限って言えば、はい、っていうことになってます。うんうんうん、で振り返っていただきたいんですけれども、日曜日14日の試合、うん、赤星投手が7回に、はい、まあ、あのマクブルーム選手に満塁打打たれて力尽きた試合なんですけれども、うん、結局7回になんで続投しなければいけなかったかっていうところを逆算していくと、7回8回がいないから7回投げ切ってほしいっていう、そこの8回にピッチャーをつぎ込みたいんですよね。いないからね、結局そこが、うん、悪循環に今なっちゃってるんじゃないかなっていう、はい、ウィークポイントだったと。そうだね、うん、でここで禁断の打開策、うん、ズバリ菅野投手のリリーフ転向、はい、もちろん先発投手として、うん、今もファームでね懸命に調整続けてくれてるピッチャーに、まあ、失礼なのは重々承知の上で、うん、もし8回の男に回ってくれればこんなに心強いことないんじゃないかなと、はい、菅野投手のリリーフの適性を見ていただきたいんですけれども、うん、なんといっても制球力、そりゃまあコントロールはね、うん、智之投手はもう抜群ですよ、はい、うん、通算の予四球率は 1.75 個、うん、5個、まあ要は1試合投げても2個フォアボール出さないってことですよね。すっごいいいね。昔やってたんじゃなかったでしたっけ、なんかで抑えか大学、あのね、あれでやったことある、あの2010年の世界大学野球選手権、うん、この、
日本代表チームで抑えをやってですよね。157出したよ神宮で。そうですよね。だから俺イメージあるんですよね。157だっつって、東海大の3年の時かな。だからプロ入りしても抑えの可能性っていうのもなんかなくはなかったって聞いたんですよね。だから適性は確かにそうですね、あるじゃん。球威もその、まさに150キロ超、はい、特に1イニング限定となれば、150後半、はい、三振も取れるんじゃないかと。そうだね。あと一番懸念される8回のそのメンタル面、はい、これはシンプルに鋼だろうと。鋼だよそりゃ。いや鋼います、中川投手鋼だから、ね、いやそうなんだけどスーパーだからね。まあそう考えるとあれだよね、あの上原投手がやっぱり、クローザーに転向した時と結構状況としては似てるかな、まあ、近いものがあるか、あるよね、そうだよね。上原投手もちょっと先発で体を怪我しちゃって、うん、なかなか戻ってこれないんで、1イニングはならどうだっていうのが、それがもう激ハマりでね、またなんかこう上原投手のピッチャーとしての新しい物語が始まった感もあったもんな、なるほどね。それが要はあれ過去にもいたってこと、じゃあこの説を持ってきたってことは、そうですね、どうですか、まさに上原さん、上原さんしっかり、はい、結構いらっしゃるよという、まあそのね、こう完全無欠のスーパーエースが、まあ一つこう、はい、スタイルをチェンジして、終盤の1イニングというところでは、はい、まあないまずないチーム状況も考えると、そのウィークポイントを一つね、現実ジャイアンツ球場で、菅野投手と、はい、やっぱ肘を痛めたじゃないですか、はい、ね、やっぱり肘痛めたピッチャーが連投とか、それもあるか、やっぱり怖いですよ。まあしっかりと1週間に1回っていうね、準備を入念にした上でというところは、もちろん治ってね、万全になればいけるのかもしれないけど、いやただな、なんかチームのウィークポイントと、あとね、菅野投手、こう、どう戻ってくんだろうっていうのを考えるとね、あながち、そう。ねえ、ですね、夢物語でもない気もしますよね。見てみたい気もしますね。希望はね、希望、ファンの希望はなくはないのかな。ちなみに、上原浩二投手、今、名前出てきましたけれども、が、その07年に、リリーフ回りましたけれども、32歳シーズン。はあ、そうだったんだ。はい、で、今年、菅野投手が34歳シーズンですか。一つちょっとこう、投球スタイルをチェンジする、タイミングとしてはちょっと30歳超えていうのは。それはよう言われてますよね。そうだね、投球スタイルの、宮本さんもそうやっておっしゃったし。はい。古くは江夏豊さんが多分先発から抑えに転向して優勝請負人となった、そうですよ、先駆者ノムさんがね、江夏、野球界に革命を起こそうっつってね、って言われてみれば、ジャイアンツじゃないですけど、WBC でダルビッシュ投手を抑えにしたのも原監督ですよね。振り返ればそういうなんか原監督、原采配っていうのは、こう常識を超える、ね、だから試合のビジョンがこの大会と、あと打者の調子とかさ見て、やっぱ接戦が多くなるなとか、そうだね、で思えば一番いいやつを持ってこようとか、はい、あるじゃない。でもあんだけのメンバーがね揃ってる大会なんで、豊富に使えるけど、ただその辺の柔軟なこう発想っていうところでは、さらに考えるとなくないね、これね。そう、まさにその原監督で言うと、その02年監督初年度、抑えに抜擢したのが川原純一さん。川原純一さんですよ。あれがあったからこその2002年とかね。25セーブ。そう。そう、資料見なくても思い出せる。25セーブじゃない、多分、ね。ただ、まさにあの時のこう発想の転換というかね、すごくそんな使い方があるのかっていうのが衝撃だったもんね、あの時ね。三振取れるしね、フォークがあったからね。なんか ああいう細身のピッチャーがあんまり抑えに行くっていうイメージあんまりなかったです。なかったけども、そういう風な常識にどんどん抗って新しい、はい、風景を変えていくっていうところがね、はい、原野球だとすればいいじゃないか、みたいな。説的には菅野が8回のところになれば巨人も無双するだろう説。いや、そりゃそうだろう。だからまあ正直言えばね、だからまあ先発投手の菅野投手と、はい、1イニング投げる菅野投手、2人
2人戻ってきてほしいっていうかね。うん、そう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 。いや、まあうん、そうですね。いや、すみません。話し遮りましたけど、はい、大野豊さんも、かつて、はい、まあ、あの方はもともと抑えもやってて、先発で結果を残して、うん、で、抑え、はい、で、ハマって優勝91年。して、ね、最後、晩年さらに先発に戻ってっていうキャリア、うん、歩まれてるんですけれども、はい、要は、別に、今年リリーフやったからって来年またリリーフやらなきゃいけないこともないわけじゃないですか。うんうんうん、今チームが一番困ってるのはどこですかって、まあもちろん先発もね、うん、欲しい、もちろん欲しいんですけれども、うんうんうん、今一番本当にいないピースっていう意味で言えば、もしかしたら7回でもいいんですけど、まあまあ、やっぱりね、この防御率、リリーフの防御率 4.89 っていうね、現状を鑑みれば、まあまさにそのチームとして足りないところをどう補っていくかということを考えると、まあ、適材適所でもあるね。まあ、7回とか8回にね、入って中川投手とやってくれたら、直江投手とか、うん、田中千春投手かを前に回せる。うん、ああ、そう、そういうメリットも出てきちゃう。うん、だんだん説得されてきちゃったね、なんかね。というわけで、結論、贅沢だけど見てみたい。なるほど。贅沢だけど見てみたい。ね。またその8回にその求められる資質、経験すべて兼ね備えているであろうのはもう間違いない。はい、なるほど。いや、なんか、うん、そう考えますと、まあ確かに今チームの状況がこういう形だから、うん、あのこう固定観念に縛られることなく自由な発想で、チームを上向かせるためのいろいろアイデアっていうのを出して、うん、まあね、はい、ただ菅野投手やっぱりもやもやする、もやもやするよな。いや、やっぱ俺たちの見てるね、菅野智之は、やっぱり、マウンドをね、まっさらなところで、投球練習して、打者にた、ね、18時に打者に対峙するっていうところがね。そうですね。まあ、これファンの人でも、多分賛成の人多いと思うよ。だってファンの方は。まあまあ、そうだろうな。いっぱい見たもん、それ、うん。結構言われてますよね。どうですか、どうですか、はい、っていうのは。水分かってねえなって、というところでは、はい、ね、ぜひあの皆さんも、ご感想あるいは、ね、菅野投手、こんな、感じで帰ってきてくれみたいなね、はい、ご意見等ありましたらぜひコメント欄の方に何とか説がね、ちょっと寄せていただいて。あ、そうです、そうだね、もう、もうネタ切れてみんなの説ね、もうネタ切れみんなの説ね、こちらもコメント欄に書いていただいて、はい、そしたら我々検証しておきたいと思いますので、はい、そんなところもみんなで議論しながら、はい、ペナントレースの方戦ってまいりましょう。はい、どうも、はい、チャンネル登録もよろしくお願いします。